ミスター、僕らの最優先は例のものをゲットすることです。あれを手に入れることが僕らの勝利である。奴の敗北です。分かってるぜチョルノ、だが勝利ってとこが気に入らねえ。奴をぶっ殺して俺もおめえも無事であれを手に入れること、それが勝利だ。いいな、ジョルノ。運河に突っ込みます。ミスター、急いで車から脱出して岸に向かってください。分かったぜ。逃がすかねえだろ、飛び込んでみろよミスター。奴が沈んでる今のうちに例のものを取り出して、早くこの場所から退去しねえと。ライオン像のどこかにディスクがあるはずだ。奴が石像に近づいていく。まずい。それらしいものは見当たらねえな。なんだ、石像に何かあるぜ。これはコンピューターのディスク。やはり情報だ。お前らが手に入れようとしていたのはボスに会う方法だ。やったぞ、これで俺たちがボスの正体を暴きに行けるぜ。てめえらを始末してくれよ。行けピスタルズ。来い、無駄なあがきをしにとどめを刺されによ。奴の背中の空気がなく弾丸を撃ち込めば。弾丸は無駄だな。俺の能力ホワイトアルバムは水分を凝結させて成功のように身にまとっている。やろう、てめえの弾丸ごときでは撃ち抜けねえ。ノー、ミスター、弾丸を当てて敵に止まった彫刻ができたぜ。よし、あの彫刻を利用してやる。お前にあの世に旅立つ覚悟をしてもらうぜ。そして鉄柱にぶっ飛ばして突き刺してやる。やろう、押し切るつもりか。返り討ちにしてやる。真の覚悟はどこだ。ピスタンズ、てめえらも腹をくれ。ピスタンズ、気合い入れろよ。追い込んだのはミスター。敬意を払うし、
なんで残り4発なんだよ、クソ！なんて演技悪い！なんとか倒せたぜ。しかしもう立ってられねえ。意識が遠のく。向こうにいるのはジョルノか。最近気づいてきたが、あいつ新入りのくせにいつの間にかジョルノの言ってる通りにことが動く。しかも俺の幹部であるかのように俺を動かした。ミスター、ディスクは無事ゲットしました。あなたのおかげで。おめえの能力を期待してなきゃとてもできねえ覚悟だったぜ。俺が死んじまわねえうちに早く俺の傷を治せよ、ジョルノ。もちろんですミスター。しかしゴールドエクスペリエンスの能力は正確に言うと治すんじゃなくて体の部分を作るんですから、痛みは当然残るんですからね。後で文句は垂れないでくださいよ。いてえよ。もっと優しくやってくれよ、ジョルノ。だから無理ですって。ギャングなんだから騒がないでください。すっかり遅くなっちまった。お、いた。おい、ミスタージョル。ジョルノ、もっと優しく。そか、ダメ。優しくして、優しく。服を脱がせないで感じる。ダメ、もうダメ。あれ急に目にゴミが入った。見えないぞ。二人なのかよくわからないぞ。見てない。俺は見てないぞ。何にも見てない。もしも無事ならそろそろ到着した頃か、このベネツィアに。肝心なことは最後にあるものだ。我が娘トリッシュよ。